達ご苦労さんだべ。あ、本？シオシオの荷物だべか。マヒルさん、違いますよ。今日は…そうそう、今日はあの日でしょ。みんなで準備してたのに、肝心なあんちゃんが来る日を忘れてたべ。しおしお、教えてくれてあんがたな。いえ、そんな大したことでは。それよりりんちゃんはどうしたんでしょう。あんなに一生懸命準備してたのに。今日は姿を見てないけど、もしかしてずっと寝てるのかしら。もしかしなくても寝てんだべな。しおしお、リマリマ、悪いけんど、ちょっとリンリンのこと起こしてきてやってけろ。わかりました。多分リンちゃんのお部屋にあれもあると思うので一緒に持ってきますね。リンちゃん、大切な日に寝坊は許さないわよ。あはは、手際が悪くてすまねえな。でもあんちゃんも遠くまで歩いてきて疲れたべ。どうせなら温泉に浸かって待っててけろ。風呂上がりに飲むエリザベスパーク印の牛乳はうめえど。まだ行かなきゃなんねえとこがあんだな。そんなら引き止めるのは野暮ってもんだべ。でも牛乳の一杯くらいは飲んでってけろ。なんもお礼を言うのはオラの方だべ。あんちゃんにはいっつも助けてもらってばっかりだからな。牧場が取り上げられそうになった時もあんちゃんには本当に世話になったべ。今の牧場があんのはみんなとあんちゃんのおかげだべ。オラがいくら恩を返そう返そう思っても恩は募っていくばっかな気がするけんど、それでみんなとあんちゃんとずっと一緒にいられたら幸せだべな。お待たせ、例のあれ持ってきたよ。当たり前のように登場してっけど寝てたんだべ、リンリン。起こすの大変でした。起きてからも事情をなかなか理解してくれないし。まあまあ、細かいことは気にしない気にしない。そんでこの本でいいんだよね。ちょっと借りるよ。これをこうして、ここをこうして、出来上がりっと。はい、返すよ。きちんと次のところに届けてね。あんちゃんなら何の心配もねえけどな。お気をつけて。